続いて寺本選手お願いします。ケラモフ選手 65.50 クリアです。クリアしました。さあ中井裕貴さん、この2人のフェザー級の戦いというのはどう見てますか。そうですね、まず中島選手がそれでは正面を見てのファイティングポーズ、パンカスのバンタム級暫定王者ですけども、65キロ、65でももともと戦ってたんで、それはいけるということで、初参戦がこのフェザー級マッチとなりましたね。そうですね。そしてケラモフ選手が非常に、強豪ですよね。強豪中の強豪です。はい、タイトルにも絡むであろう選手とのいきなりマッチアップ、うん、これも豪華な第2試合ですね。確かに、はい、まあ、カイル・アゴンに勝利、そして斉藤豊とはスプリット1対2で敗れているというケラモフ、そして中島選手も非常に楽しみです。ロシアのこのケラモフの対戦相手、田村一成選手は堀江選手に勝っているという実力でしょうか。両選手と試合に期待してください。田村さん、すごい分厚いですよね、メザー級。分厚いですね。ケラモフ選手戻ってきたっていう感じがしますね。